はい、今日はね、近況報告含め iPhone16 をね、手に入れたのでね、そのちょっとお話もしていこうと思います。まずこちらですね、 iPhone16 見てください。家に届きました。これ家に届きましたってなんかちょっと一昔前までからしたらなかなかないことをやったんじゃないかなと思います。僕のイメージでは結構携帯会社に行って、でこれがいいって言って、でそこでまあいろいろ手続きして、携帯屋さんでその iPhone を持って帰る、家に持って帰るっていうようなイメージが、まあ、強かったんですけど、まあ、なんか近年もう電話で、これ新しい iPhone 出ましたけどいります？みたいな感じで電話来たんですよ、僕この間で。あ、欲しいですってなって、あ、じゃあもう今僕14使ってて、今撮影してるの iPhone14 なんですけど、14を終わらせてじゃあ16にしましょうかって話になって、え、この電話1本でできるんですかって言ったら、あ、はい、もうこれで家に新しい iPhone 届けるんでみたいな、そんな感じでできちゃうんやと思って、時代が進化してるなというふうに思いました。で、僕が持ってるのが今これ iPhone 何本か忘れましたけど、 iPhone なんか12ぐらいかわからへんけど、あ、11かと iPhone14 と iPhone16 っていうことで、 iPhone14 に関しては返却しちゃうらしい、返却というか送らないといけないらしいんで、この iPhone16 を手に入れたから、だから、まあ、そういう契約なんかな、2年ごとで買い替えないといけないみたいな契約入ってるみたいで、僕がなんか返済、なんか iPhone14 で2年ごとに、ね、更新すると残りの分の支払いを相殺して新しい iPhone が手に入るみたいな感じやったと思うんですよ。で、ちょっとそれはお得やなと思って入れたと思う、そのプランに加入したんかなと思ったんですけど、まあ、なんせ iPhone16 が、手に入りました。で、新色みたいな、なんかこれ新しいカラーやと思うんですよね。これ確かティールやったっけな。名前があって3種類ぐらいあるんですよ、確か新色が。でそれがウルトラマリン、ティールで、ウルトラマリンっていうのがすごい人気で、もなんかネットで検索したらティールが人気みたいなの書いてあったんですけど、僕がその電話で聞いた時はウルトラマリンがすごい人気やからなかなか入ってこうへんっていう話やって、でこのティールっていうやつも正直もう2、3週間ぐらい前にその電話したんで、結構時間かかったかなというふうに思います。まあ、とりあえずね、どんなもんか開けていきましょう。で、これ一応更新っていうか、16にこの今の14を入れ替えようと思ったら、なんかちょっとややこしくないですよ、多分一緒になんかすぐできると思うんですけど、まあ、僕結構機械あんま強くないから、まあ、その移行するのちょっと大変そうやから、まだ移行はしないんですけど、まあ、とりあえずどんなもんかちょっと開けていこうと思います。このペラがあるんでね、これをバーって引っ張るんかな、多分これで開け方合ってると思います。おお、すごいかわいい、ティールで、僕の服もティール何がおもろいねってね。で、今回から iPhone16 からかわかんない、あ、15もそうなんかな、ケーブルが確かタイプ C ケーブルで、わかりますかね、その両方こういう形なんですよ、どっちも。だからコンセントで挿せなくなってしまったんですよね、これ。それが結構ネックやなと思ってて、どっちもこのタイプ C の形のせいで、例えばその USB からタイプ C のものとか、なんせよくわかんないですけど、これちょっと使うのめんどくさそうな感じがするんで、僕はその USB ケーブルのこのこれ、こういうのからライトニングケーブルじゃなくてタイプ C ケーブルに繋がってるやつにしたいなって思ってます。で、まあなんか、あ、めっちゃカメラ触っちゃった。カメラの感じが、カメラのこのデザインがちょっと変わったらしくて、すいません、僕 iPhone ちょっと14で今撮影してるから11としか比較できないんですけど、まあ結構このようにね変わったかなっていうふうに思います。で、これ何がすごいかって言ったら、なんかその植物かとか、なんか写真撮るその画質とかもすごい綺麗になってる感じがあるのと、まあこれ15 Pro とかにもあったらしいんですけど、アクションボタンかな、なんか言ってなんかプラスの部分、音量のプラスのボタンを押すと、なんかいつも普段使ってアプリみたいにすぐ飛べたりとかしたり、あと熱放出っていうのがなんかすごい優れてるらしくて、長時間高いパフォーマンスを維持できるみたいな感じで、熱にも強いみたいな、熱にも強いというか放出してくれるっていうようなモデルになってるみたいなんで、ぜひね、皆さんも気になったら買ってみてください。で、近況報告としてはね、まず髪を切りましたってねみんな気づいてますか、ノーセットなんですけど髪を切ったりとか、あとはそうですね、まあ最近カード関係の動画よく出してるんですけども、
うん、ポケモンカードとかワンピースカードの界隈にも進出していこうかなっていうのも考えてたりとか、あとはまあ体調がねちょっと花粉症でねすごい鼻水が出て調子悪いっていう感じと、まあ、マッチングアプリの方もね、あの結局まあいろいろコンスタントに動画出してますけど、まあ彼女はできず苦戦してるっていうような形で、大きくね変わった変化っていうのはないんですけども、まあ、新しい会社でもね、まあ、うまいこと従業員の人とやっていけてて、まあ、楽しく働けてるかなっていうふうに思いますし、いい流れとは言わないですけど、まあ、悪い流れではないかなっていうふうに思います。ただね、まあ今後ちょっとなんやろな、最近なんか攻めあぐねてるなっていう感じがしてるっていうか、やっぱり攻めが足りてないし、なんかワクワクした刺激的な生活というか環境をちょっと求めてたりするところもあるから、そういう意味合いではなんか刺激が足りなくて、なんか生きてて楽しいのかどうかっていうのはちょっとわからないなって今思ってます。なのでなんかエキサイティングでなんか面白いワクワクする、企画というかなんかあったらそういうのもやっていきたいし、まあ、ブレイキングダウンとかね、そういうのみたいにちょっと面白そうなやつに参加するっていうのもまあ考えてますから、やっぱり何かに挑戦したりとかね、うん、派手なことをやって生きていきたいというか、そのメディアに出るときはそういう風な生き方をしたいっていう、まあもう一つの僕ですよね、ある意味平和に暮らしていきたい僕と、そういう弾けたことをしたい僕っていうのがあるんで、それこっちの方が今安定っていう方はまあまあ安定してきてると思うんで、こっちのちょっと攻めの姿勢、アグレッシブさが出ている僕っていうのをやっぱ YouTube でも出していけるように、うん、見てる人を楽しませられるような動画を作っていきたいなと思ってます。はい、まあそんな感じでね、今日は、まあ、iPhone16 の紹介と近況報告の動画でした。っていうのもね、ちょっとマネージャーが体調崩しちゃってて、マスクつけてるんですけど、どないしたん？ちょっと今日、仕事やり始めてから、うん、お昼ぐらいかな、うん、ちょっと仕事一段落終えるぐらいからちょっと体調悪くなってきて、うん、ちょっと早退させてもらってんけど、はいはい、今日が火曜日で、で彼にちょっと土曜日の動画を担当してもらってたんやけど、今週に関してはね、やったけど、ちょっとこのまま彼がちょっと熱で倒れてしまったら土曜日の動画が公開できないと。で火曜日ちょっとまだ今日から体調悪くなったから、今日やったらまだちょっとギリギリ動画撮れそうみたいな感じだったから今撮らせてもらってます。ちょっとインフルとかやっぱりちょっと流行ってる、やっぱりそっちの薬局でも。そうだね、今俺おるところは一人体調不良になったとか言ってて、うん、従業員が、うん、一緒のアシスタントの子は、患者は、患者はそのアシスタントであんま直接情報が来おへんから、あ、入院とか、うん、なんていうの、退去とか、うん、外泊とかしか来おへんから、ああ、その在宅系の話ね。そう、あ、一応僕内科の門前なんですけど、インフルコロナそんなに別に来てなくて、ただ変な風邪が今流行ってて、僕もこの間なったんですけど、それでちょっと今ね体調が悪いということなんで、それで一本動画ちょっと狂っちゃったんで、今無理やり撮ってるっていう形で、内容がちょっと薄いかもしれないんですけど、すいませんが、これでお願いします。では今日の動画は以上です。まだチャンネル登録されていない方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。